母の日を免罪符にやりたい放題のダイジェスト、に対するみんなの反応集。やっぱりママンだった。だと思ったよ。水星のおのぼりさんになる。母の日だもんな。母の日だー。ゴルネリだと思ったんだけどな。うわ、って声出たよ。つまり父の日はデリング。最悪な母の日すぎる。茶番だけで4人ほど集めてるのは笑うわ。4人どころかめちゃくちゃいっぱいいたぞ。ソフィかわいい。お姉ちゃんお姉ちゃんではない。飛びつきソフィかわいい。振り返るほどそんなに話数やってなくない。まあガンダム慣れしてない新規さんに、ここまでの流れを改めて振り返るのはわかりやすいだろうし。平和だった頃。スレッタお姉ちゃん。てっきり決闘委員会全員でワイワイやるのかと、お母ちゃんでもいいけどな。間違ってないけど5号表記面白いな。ブチギレお母ちゃんくさ。このナレーション怖いよ。水星女母。へ、よかった、のとまみこさんで本当によかったよ。完全にプロスペラのままでやられたらどうしようかと。シャリクの目的プロスペラにバレてんじゃねえか。プロスペラが本編でめっちゃ知りたいであろう情報をことも投げに語っててなんかくさ。経営戦略家でもないのにパワポを使いこなす魔女。誰目線だよお母さん。プロスペラがじゃないよしらじらしい。今日は母の日だからってさ。語りが怖い。のと何それ知らん。スムーズになれとセリフを移行するんじゃないよ。のとさんとプロスペラが融合しとる。エリーが幸せになる世界。エリーが幸せな世界で、スレッタは幸せになれますか。ママンかのとかクイズ。ほんと何者なんだろうね。何者なのか教えてお母さん。あれなんか前半早いな。前半には分。もっと説明してよ。怒涛の展開が続いたところで。怒涛の展開が進んだところでウキウキ、おかんさー。のと声が弾んでるのかわいいよのと。怒涛の展開だったよマジで。最後のとさんに戻るのずるい。どの口が。やはりのとさんの声は聞き心地がいい。後半グエル主役パートだけど慣れはそのままかな。水星女にはコメントしてるのにエリー関連には一切プロスペラとしてのコメントがないの逆に怖いよ。まだまだ役ネタが詰まってるの確定じゃんか。プロスペラ今言ったら後の楽しみがなくなるじゃない。スレッタのダブスタクソオヤジー、好き。スレッタギフに物申す。ビットの感じとかエンディングの感じからしてエリクト一人だけとは限らないからな。オルコットさん再登場頼む。オルコットさん好き。異色の回になったな15話は。ガンダムでないのにガンダム集がすごいんだよなこの回。先制攻撃のせいって誰にも言われてる。まるでガンダムのアニメみたいだ。モビルスーツに愛された男、本当にかっこいいよ。いつ見ても思うけど人の心とかないんかこの番組。15話ほんと好きだ。かなりダイジェストだ。先制攻撃というか高校防衛というか。これなぁ、グエルが無双してこの子も助かると思ってたんよ、マジで。1分でわかるグエ逆やめろ。何かを決断したグエルの元にはモビルスーツがある不思議。この時はほんとにかっこよかったよ。プロスペラどう思うんやろうなぁここ。ほんとよくあの倒壊に巻き込まれて生きてるよなグエル。鉄骨温存士はタフネス設計ということか。進んで全てを失った男。この子殺したのは許されない、制作さんよ。綺麗な目をしてやがる。目キラキラしやがって。なんでこの後グエルが自由になったのかがよくわかってない俺。このリップカラーは真似できない。来た。見返りは、見返りす。わかりやすい解説助かる。地獄の冷戦開始か。緊張状態を作るってそれいつか壊れた時にとんでもないことになる均衡じゃない。アーシアンの経済状況を独立させたいんだね。わかりやすいが危うい世界であることは変わらないな。それ泥沼の戦争状態にならない。アーシアンにとっちゃ現状沼の底だからね。本編で説明、描写する枠がないんだろうなこれ。こっちはシャディクの言葉で話しているとはいえ、設定として解説するのか。マジでなんでやりある関連はセリフすらないんだ。血の分でこう言ったってことはここに嘘はないのか。どうやって帰ったかは語られない男。何度見ても面白いシーン。ラウダのシーンもやってくれるの助かる。唐突にお兄ちゃんを摂取しすぎた弟。ここのグエル先輩の頼もしさは異常。急激なグエル成分の摂取は失神を引き起こすほど危険です。フェルシーちゃんの出番はどこなのだ。出た、スレッタのヤバさがにじみ出てきたかい。ここバッドコミュニケーション。ここで謝れるミオリネが好き。スレッタには正しく伝わってないけど。お母さんが言うなら、本当にこのくだりはゾッとする。お母さんの命令は全てにおいて優先される。ギスギスしか発生しない音質イベント。ナレーションさんこのシーンについてコメント何かないんすか？素直ないい子でしょ。姑の胸ぐらをつかむ花嫁。これを素直でいいこと言ってしまうのは親じゃねえのよ。姑名乗るのとさんが聞けた時点で今日の振り返りは価値がありますよ。チンピラ5号はなしか。5号親、僕の出番は。貴重なラブコメシーン。ラブコメを真面目にナレーションするな。しつこくすり寄るたびにドン引きされてきました。5号コーナー作られてて草。格付けチェックでもうじき消える人たちの部屋。今から俺たちもジェターク妖精になるんだ。5号、
前説で僕とスレッタのうんぬん言ってたのがめちゃめちゃ効いてる。個別コーナーは鬱陶しいよ。今回の総集編、5号がボロクソ言われてて笑う。これスレッタ最後まで生き残ってそうだな5号。下手くそハニトラ振り返られたら恥ずかしいもんな。このナレーターグエルには優しいな。進んだ結果、失うものもあることを知った男。ここで友人がグエルの夢女子になりました。いい趣味だなその友人。お手本のような振られ方、よう頑張ったでグエル。今までならお守りなんていらなかったんだよな。わざわざアイコンまで作るか。両者ともに技量や観察眼は高いんよね。やっぱここ熱いわ。どう見てもグエルが主人公。マジで兄さんの声でけえな。ここほんまかっこいい。グエルの足アンカーほんと好き。味方の声援と父が残した AI で戦う。親父の AI がちゃんと役に立ってるのが好きなんだよねここ。ママがグエルには優しいのくさ。ビムとラウダはともかくプロスペラ的にグエルは別に何もしてないし。かつてない輝き。マジでオルゴールかかった瞬間死ぬかと思ったぞ。この番組ハッピーバースデー流れるたびにろくなことが起きん。ここで流す曲じゃねえんだよな。ごめんね。エリーがごめんねって言ってるのやっぱわかってるんだなって。プロスペラとも会話できんのかな。なんでかな。エアリアルの戦い方がマジで主人公気のそれじゃない。輝く28勝目。グエル君の初めての敗北から負け続けた日々を超えた末の勝利がこんなに重いのか。私を選んでくださいじゃなくて自分で選ばなきゃダメなんだよな。殺す自覚はなかっただろうけど撃ったら確実に死んでたとは思う。ビルド系っぽいグエル勝利の文字。ミオリネ決断だったのです後押し。オブラートに包めよ娘。仕方ないけど。ミオミオは攻撃力高すぎんだよ。やっぱりデリングの娘だよお前。大切なものを守るならその大切なものから自分がどんだけ大切にされてるかわからんかい。スレッタの悲鳴。おもちゃを取り上げられた子供じゃないか。スレッタ、捨てられた。同意して停止装置用意しただけでミオリネ発案なのはそうだからな。プロスペラ大爆笑してそう。尊厳破壊がすぎるぞい。新しい話見れない上におつらいシーンをまた見せられた。毎週衝撃的だよほんと。いかがでしたか、どの面。いかがでしたか、じゃないんだよ。終始めっちゃノリノリなお母さんで草でした。いかがでしたか、どの口がどの口がどの口が。衝撃的な展開、主にお前が原因じゃないか。4ババア。こいつら。ペイル社のばあちゃんたちエンジョイしてんな。こいつらの若い頃みたいわ、仲良しで楽しそう。ペイルは寝た器用だった。やっぱり4ババア好きだわ。サブキャラを集めに集めた総集編ですね。空っぽの私たち、たちと忘れたとミオリネ。わからんぞ娘たちエリクト、イスビットやも知らん。ああそっか、一応あの4ババアもエランの母親枠といえばそうか、母の日だもんな。来週からペイル社編スタートするよみたいな感じやめろ。もはや、非道戦士ガンダム。温度差すごい総集編だった。本編が暗いから全力で遊ぶ総集編。来週はどんな展開になるのか楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメントお願いします。